マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢ドリンク、あなたはどのように毎日召し上がっていらっしゃいますか？この動画をご覧いただきますと、リンゴ酢ダイエット効果をさらに高めることができる簡単なレシピがわかるんです。もしあなたが簡単にできるリンゴ酢ダイエットで1日も早く痩せたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。材料2つだけ痩せるリンゴ酢ドリンクのレシピについてお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目の項目、リンゴ酢のダイエット効果について。2つ目の項目、材料2つだけ痩せるリンゴ酢ドリンクの材料、レシピ、作り方について順次お伝えしていきますね。では1つ目の項目からです。リンゴ酢のダイエット効果について詳しくお伝えしていきます。まずこのリンゴ酢は脂肪をどんどん燃やしてくれる効果が高い。そしてね、基礎代謝も上がって脂肪をつきにくくしてくれます。でまた太るもと、食べた時に起こる血糖値の急上昇を事前にグッと抑えてくれる効果がありますから、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるわけなんですよね。そしてなぜダイエットにはリンゴ酢なんでしょうかというポイントがここです。酢酸の働きがたくさんあるお酢の中でも一番高いのがこのリンゴ酢だからなんですね。そのことでどんないいことが起こるかと言いますと、あなたの腸がね、とっても元気に動き出す。その結果食べたものが消化吸収できて、しっかり栄養が取れたり、その結果ね、痩せるホルモンの材料が取れるわけですから痩せます。でまたしっかり腸が動いていない方というのはデトックスができませんので、まあ、どんどんいろんなものを溜め込んでしまって結果太ってしまうと、そういったね、負のスパイラルを断ち切る意味でもやっぱり腸ってすごく大事です。その時に役立つのはこの酢酸なんですよね。そしてそれだけではありません。暴走する食欲を抑えてくれます。しっかりね、お酢を取ることで満腹感を得やすくなる。結果食欲が自然と落とすことができるんです。そしてまたむくみの改善効果も高いので、やはりいかがですか。せっかくね、体重は落ちたけれども見た目がむくんでいてすっきりと見えないって嫌ですよね。その時にリンゴ酢の効果を使って見た目もギュッとすっきりしていきましょうという効果もあるんです。ただしここで一つ注意点です。リンゴ酢といえば全部痩せるリンゴ酢なのかといえば答えはノーなんですね。中には太るリンゴ酢も販売されていますから、ぜひそれは買わないようにしましょう。ということで、痩せるリンゴ酢はどんなリンゴ酢なのという選び方、ポイントについてこのタイミングでお伝えしたいと思います。痩せるリンゴ酢とはリンゴ果汁 100% のみで作られているものを選んでください。例えば今私はですね、使っていると自宅から持ってきたんですけども、純リンゴ酢と呼ばれるものですよね。原材料名を見ると国産のまあリンゴ果汁のみでできているものがね、安心安全痩せるリンゴ酢ということになります。できればあの国産で有機栽培オーガニックの JAS マークがついているようなリンゴ酢ですとさり安全ですし、とにかくね、ポイントは無添加です。香料とか着色料とか保存料、こういったものが何も入っていないもの。よくあるのがストレートタイプでね、飲めますみたいなのありますよね。ああいったのをね、よく見てください。もうたくさんいろんなものが添加されていて、太るものがいっぱい入ってます。まあ、例えて言うなら、人工甘味料とかですね、香料とか、ああいったのが入ってると、もう全然痩せませんから、ぜひ、リンゴ果汁 100% のみでできている純リンゴ酢を選んでくださいね。では、ここから2つ目の項目です。材料2つだけでできる、さらにダイエット効果を高めるリンゴ酢ドリンクの材料と、作り方ですね、お伝えしていきたいと思います。まず使うのはベースはね、ルイボスティーです。あと私はですね、今自宅にあったのはこちらのちょっとね、洋酸入りのルイボスティーだったんですけど、別にね、洋酸が入ってなくてもルイボスティーだけで全然 OK です。その時にやっぱりね、ルイボスティーの茶葉も有機栽培であること、この、ね、箱にもね、いろいろ試験結果ということで、いろんなね、残留尿薬とか金属とかそういったのがね、検出されませんでしたというちゃんとね、表示されているいいものを選んでいます。なので基本はやっぱりルイボスティーもね、できれば有機栽培でいいものを選んでくださいね。でこのルイボスティーをベースにするメリットがあります。
ルイボステ自体がさらにまたこれ脂肪燃焼効果がめちゃくちゃ高いお茶になります。でしかもあのノンカフェインなので、ここにもね書いてあるんですけれども、あのママに嬉しいプレママとかね、あの妊娠中のママさんにも大丈夫ですよってお茶になります。でもちろんダイエットにはですね、カフェイン系、いいよっていう話もねあるとは思うんですけれども、やはり腸活ダイエットをベースに考えますと、あまりねカフェイン系は飲まない方がいいです。ダイエット向けではないです。なぜかというと、カフェインを取りすぎてしまうと腸がね動かなくなっていきます。緊張しちゃってね、腸はリラックスしている時に一番動きますから、日頃からカフェイン系は控えた方が痩せる効果は早いと思います。なのでルイボスティーです。でプラスルイボスティーはですね、善玉菌を増やしてくれる酵素が入ってますから、あなたの腸がもうめちゃくちゃ元気になっていくんですよね。そうすると根本的な痩せ菌が増えれば痩せ体質に生まれ変わることできます。なのでこのお茶選んでいます。でプラス女性にとってはとっても嬉しいですね、植物性の鉄分、非ヘム鉄が取れます。実はですね、私たち女性って鉄分不足の方めちゃくちゃ多いんですよね、貧血も含めですけども。で鉄分がないとね、太っちゃいます。やはり痩せるためには、栄養ですよね、ビタミン、ミネラルです。でその時やっぱ鉄がないとなかなか痩せにくくなってしまうので、しっかりと、食べ物以外でもこういったお茶を使って鉄分を取っていきましょうということ。そしてプラスデトックス効果が非常に高いので、とにかくねお腹周りをすっきりしたいとか、どんどん脂肪を燃やしたいという方は、ベースはこのルイボスティーを選ばれるといいです。でこれにプラスですね、先ほどご紹介したリンゴ酢をちょい足しすることでめちゃくちゃダイエット効果アップしますね。でそのための材料を今からお伝えしていきたいと思います。ルイボスティーのリンゴ酢ドリンクです。材料も1人分、1杯分ですね。でこのルイボスティーを、だいたい1カップ 200ml、だいたいコップ1杯分ですね。これは目安で良いです、お好みで。そこにこのリンゴ酢を大さじ1入れて飲んでください。でちょっとね酸っぱいの苦手っていう方はね、大さじ2分の1でも十分効果はありますから大丈夫です。でこの組み合わせだけでねいいんですよ、材料2つだけで。味はですね、なんちゃってレモンティーみたいな、なんとなくそんなね感覚で飲めますから、ぜひね試しにすぐ作ってみてくださいね。ではここからさらに痩せる飲み方ポイントと注意点をお伝えして終わりたいと思います。まず飲み方です。直前に飲んでください。理由がありまして、やはり食べるとですね血糖値が上がりますよね。その時にどんどん脂肪で溜まっていくわけです。では逆にその血糖値が上がらなければ太りにくくなるわけですね。その血糖値を抑えてくれるのがこのルイボスティーのリンゴ酢ドリンクになるわけですから、食前に飲みましょう。で目安としてはね、だいたい1日に 1,2 杯で十分です。大さじリンゴ酢が 1,2 杯程度毎日コツコツ続けられると、本当にねよくコメントもいただくんですけども、先生リンゴ酢ね飲み始めてからね痩せてきたとかね、だいたいでもそんなね1日2日ではないんですよ。やはり最低こちら12週間ぐらいは体質改善と思って飲んでいただけると、さらに効果を感じることができる目安になります。ただし注意点です。例えばですね、冷たい飲み物がお好きな方、今すぐストップです、痩せたいなら。なぜかというと冷たいのものを飲んだり食べたりしてしまいますと太ります。なのでこのルイボスティーのリンゴ酢ドリンク もうせめて常温かホットで、もうねできればホットです。しっかり温まるっていうのもすごくね代謝が上がって丸なので、ホットで飲んでくださいね。では痩せる飲み方が分かったところで、最後に注意点お伝えしていきますね。こちらもちろんお伝えした通り、添加物が入っていないものを選んでください。無添加ですね。そして量は 1,2 杯まで、飲みすぎは注意です、逆効果。そして空腹時に飲まれますと、特に胃が弱ってる方とかね、胃がちょっと調子悪いなっていう方は空腹時にいきなりこのドリンクを飲まない方がいいです。体調に合わせてください。そうしないとねちょっと刺激が強くてお気分悪くなってしまう可能性があります。そしてねお酢取りすぎてしまいますと歯のエナメル質をですね傷つけてしまいますから、
気をつけて飲んでみてください。まずはこちら12週間以上続けていきましょうね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、ダイエット効果の高いリンゴ酢とプラスダイエット効果の高いルイボスティーを混ぜて飲むだけでさらにダイエット効果が高まりますよでしたね。ポイントはね、温めてホットで飲みましょうでした。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。